では引き続きパート2をお聞きください。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。でも建設会社一旦ご就職されてからもやっぱりちょっと諦めきれない部分が。そうですね、というのは妹さんが水上太子さんだっつ先輩にお会いしました。すごい名前が出てきましたね。はい、それで日活へ行く、はい、こっちだけがですよ、はいはいはい、目論見があったんですよ、はい、それでその吉報を待ちながら、はい、仕事してましたね。あ、そこのところはね、はい、あ、なんとなくそういう話があって、はい、割とまあまあ言い方は変ですけどちょっと腰掛け的に、うん、それほどでもないですけど、うん、お話が来たらもういつでも行ってやろうみたいな、はいはい、したらなかなか来なくて、うん、愛知県の仕事が一段落した時にその話来たんですね。あ、来た。はい、うん、それでその新宿松竹文化演芸場の劇団を紹介してくれたんです、はい、その方が。そうなんですか、はい、私は何だって日活に入りたいその一心だったんですけどね、うん、多分そっち行くんだと思ってたし、うん、でも日活じゃなくて松竹松竹松竹です新宿松竹文化演芸場ってもう私物心ついた時はなかったんですけど。ああそうですかいわゆる今のあの松竹の直系の。そうでしょうね、はい、うん、だからそこが演芸場ですから寄席のプログラムよりも色物がちょっと多い目みたいな毎日組んでありましてね、ええ、でその終わった後にそのお芝居が必ず2つ入ってその劇団に入れていただいたんですね、ええ、へー。もちろん27歳ですねその時、うん、じゃあもうこの時はもう会社もお辞めになって。そうですね、非常にもう退路を断ってまたそう飛び込んだという感じですけど、はい、これがまたそのちょっと挫折してしまうような。そうですね、これはまだ数えるほどしかなかったトリオを組んだにもかかわらず、うん、営業を取ってくれたにもかかわらず、ああ相方がそのお金持っていなくなっちゃったっつんでそれがまたね、仕事があるのに、はい、ギャラ持って逃げちゃった人がいるんだ、はい、ギャラじゃなくてあれなんか衣装代ですね。まだギャラもらってませんから一回もそうなんですね衣装ないやみたいな感じですね、ええ、ザ・モテネーズっていうのモテネーズトリオで女の太った女の子と、はい、その逃げた2枚目の男性と3人なんで、はい、あ、男女混成だったんですね、非常に絵は自信があったんですけど今見ても斬新なことやってたんですね。あ、そうですねまあそのトリオがこう立ち行かなくなって、それで辞めて、辞める寸前にもう親兄弟から、うん、舞台から引きずり下ろされたような形で自営のガソリンスタンドの方に、はいはい、家業に入られた、連れて行かれまして、それがまた白山通りで後楽園のそばだったんで、はい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 、終わると手足洗って、はい、銀座2丁目にありました、はい、ザ・クインビッツ高級キャバレーで司会をやってまして。あ、そうなんですか、はい、でそこが1年ぐらいやってましたね。その間にお弟子さん作って、はい、僕が辞めた時にその人が入って、はい、続けてくれたんですけどね。そこがまたもう日本のフルバンドのトップばっかしか出ないんですよ。へー、それが魅力でやらせていただいて。そこのダブルワークはすごいな。それで私が上で司会やってると、はいはい、地下で森進一さんがバンドボーイやってましたから、ええ、またそんな時代がすごいですね下積み時代の森進一が、ええ、なんかいろんなもいろんなとこ遭遇されてますね本当に。そうですね、やっぱり出会いの方々がすごく恵まれてましたね私は。そうですよね、ええ、なんかところどころでこう引っ張ってくださる方が。そうなんですね、はい、うん、まあ、大学の時だって私が一方的にね、はい、高校時代こうやってモノマネやっててなんとか、あ、じゃあやってくださいよっつって言われて、うん、それで
あの理工学部の大学祭からスタートしたんですよ、はい、なるほど、うんうん、それから先ほど言ったねウエスタンコンサートだって、はい、同級生が棒やってたもんで、うん、相沢さんにお話して、はい、見たことないのにいいよっつうし、はい、そのキャバレーもそこの社長さんのお手伝いさんのご主人が友達で、はい、お手伝いさんがお話してくれていいよっつうわけで、はあ、そういう出会いがまだ 4,5 人いらっしゃいますね。いやでもそれ本当すごいなと思って、そう行動できるできないもそうなんだけど、そのあと人との出会いがないとかね、ご縁がないとか、そういうふうに嘆く人も多いんですけど、うん、それはね、そこぼやく人とあの T 社さんの違いって何でしょうか。やっぱり行動力でしょうね、うん、いろんなところで顔出してるから、そういう方に偶然なりともお会いできるんじゃないですかね、うん、あ出会ってから、でもそのね一回遭遇してただけで終わっちゃうっていうこともまあしばしばあると思うんです。そこをなんかこう仲良くなったり掴んじゃう理由って何なんでしょうか。つかねえ、それはちょっとあちらに行かないと分かんないですけどねなんかこう好かれるようなとこあるんじゃないですか。うん、嘘大嫌いだし、うん、はったり嫌いだからボロが出ないですよね妙にその経歴持ったりとか自分をことさらよく見せるとか、そこでやんない。経歴を気にしたらそういうね、うん、名古屋では土方何百人も追い回してて、次の日からねあの劇団の研究生ですから、そういうこと思ったらそういうこと飛び込んでいけないと思うし、うん、あんまりそういう学歴とかそういうのはあんまり考えたことないですね、うん、世界が違いますからね、うん。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。じゃあ、あの家業に入られながらも夜は司会者として活動してという、それ2年半ぐらいやったのかな、うん、だけど司会は1年しかやってませんけど、 あとあの人のあの、はい、二郎さんとか、はい、坂上二郎さん、うん、それからおばさん連中受けてる人、何丸さんだっけ、あ金丸さん、綾小路さんの虎で司会行ったりね、はいはい、マジですか、すごくないですか。あの金丸さんが入れないとティーチャーさんが行ってたわけだ。いやいや、あの旅行くと、うん、旅に行くとお金になるからみんな行くんですよね、はいはいはい、営業行ってる間はやってた、ちょうどあの後楽のそばにいたから、はい、電話来るんです、はい、誰が来たかちょっと忘れちゃってるんですけど、だ本人は旅だった後に誰がやってるか知らなくてですよ。たまにしか行かないしね。はあ。ええ、あまああの分かんない方向けに言うと、あの虎を立てるってその代わりに行くっていうね、代役ですよね。ええ。ええ、だから今ひしぎりにね、そのパラレルキャリアなんて言って、そのまあ本業の勤め以外にも会社だけじゃない自分の別のキャリアを積んどくみたいな、はあ、あの過ごし方っていうのがねこう提唱されてますけど。そのものすごい先駆けだしそれでしかもかすごいなんかレベル高いところまで行っちゃってるじゃないですか。そうですかね、うん、いやだからやっぱりね、なんか本業が忙しいからやんないとかっていう理由もやっぱりなんかちょっとあれなんだな、うん、絶対なんかできるんだなっていう、あ、うん、ことだな。これはあのさすがに仕事、うん、ガソリンスタンドですから肉体労働ですから、はい、それ終わってから銀座行って司会やって、うん、それもまた4回ぐらいショータイムがありまして早くから客が入んない時からやってるんですよ。何時に入って何時までいたみたいな感じですか。6時ぐらいからいて、はい、11半ですか、はい、と誰かしら来てるんですよ、知り合いが、場所がいいから、だからそこでお付き合いしたり、うん、帰り一緒に飲みに行ったりして。あ、なるほど、あそっか、場所も大事ですね。そうですね、どこに出入りするかっていうので、会う人って全然違いますもんね。違いますね、出会う人はね。いや、やっぱりあれですね、こう出会いがないとか言ってて、まあいろんなとこ出てく中でもやっぱりどこに顔出すかみたいのでも結構変わりますね。これそこで運が決まるんじゃないですか ねやっぱりなんかそのちょっと自分から見てちょっときらびやかなとことかに思い切っていったりしてみると、うん、
こうガッと引き上げてくれる人がいたりということもあると、はい、でまあそういったその、まあ、二足わらじの生活を、まあ、続けてらして、その後どうされたんですか。で偶然日大の交友会とは違うんですけど、はいはい、理工学部に任意団体が、はい、そこに事務局長として迎えられまして事務局長、はい、あら、それに2年半ぐらいやったのかな。へえ。そのうちに子供が小学校に入るんで、はい、これじゃなんかまともな仕事しなくちゃまずいなと思って、はいはい、そこを辞めて、はい、その前に35で教員免許を持ってましたんで、はい、その娘が入った学校は私が出た学校なんですね、小学部。あ、でそこの園長先生がまたよくしたことに、はい、東大の野球部の元監督さんだったんですよ、ね、野球やってた方なんですか。はい、ほんで免許取る前にも高校野球2校監督やってましたから、うん、そこはなんかねどうやってなったんだろうっていうのがあって、免許持ってないんですよ私教員になられたのと野球部の監督になられたんだと、野球部の監督の方が先なんですね。そうです、昔はねその辺のおじさんも高校の野球の監督がなれたんですよ、はい、部長にはなれない、顧問にはなれないけど、うん、監督は誰でもよかったんですよ。なるほど、うん、まあ、それでもなんかほらその辺のおじさんがなれると言ってもそのなり方って分かんないと思うんですそれは二十歳から、はい、あの日大の野球辞めてから、はい、辞めたのもあの校舎が変わったんで通えなくなっちゃったんですね。なるほど、はい、まあ、それでしょうがなくて辞めて、はい、じゃあ俺野球の指導者になろうと母校である日の出学園中学校に行って、はい、野球部作ったんですね。しかもちょっと待ってください、あのエンタメのところにも足突っ込んでた二十歳の時、はい、野球部の立ち上げもその時にやってた。そうですね。うわ、それでやって、はい、4、5年後に関東大会出ちゃったんですよ、軟式で。お、それが日大で知ることになり、うん、結婚して今度八王子行ったんですね。じゃあちょうどあの新しくできて 2,3、はい、年目の学校があるからそこの野球の監督やってくれと言われて、はい、それで監督業が始まったわけです。なるほどですね。母校に作って、そうですね、これが5年後には関東大会に出て、これがそのまあその野球関係者知られるところになって、日大のね、日大の、はい、で引きがあったということですか。そうですね、はあ、それで3年目にベスト4に持ってったんで、はい、ええ、じゃあこれからと思ったら、うん、やっぱり強くなれば強くなったでいろんな人がこう寄ってきて、うん、結局追い出されちゃって、ああそういうことか。したらまた偶然その拾う神がいて、この府中にある明星学、はい、大学の付属で、はい、監督やってる学生さんが勉強もう、はい、うん、しなくちゃいけないって、うん、とこだったんで、はい、そこへ行ったんですけど、はい、これもまた偶然その私立中学高校連盟理事長さん、はい、私がお免許もらった人の学校なんですよ。いろいろご縁がつながる、あれなんですね。それが偶然なんですけどね。ほんでそこ行って、これも東京のベスト8まで行ったら、うん、学生さん帰ってきたそれで免許取られちゃう損だなと思って取ったのが35歳。なるほど、うん、もう野球の指導者やるためにちょっと教員免許も頑張って取ったみたいな。そうですね、ええ、それで取って、それでその日の出学院行って、うん、どっか紹介してくれませんかって言ったら、あんた卒業生だし子供さんも入ったから他行くことないでしょってそれから長年おられたわけなんですね。そうですね、25年。うーん、結局これが今の芸名の由来ということで、はい、教員がなかったんで、全部あれですね、なんかこうものすごい回り道とか無駄道食ってるようで、はあ、全部回収できるもんですね。そうですね、全く苦じゃないです、なかったですね。あ、そうか。ご本人の感覚としては特に大変なことやってるって言われもなかったないですね、全く、はい。この話の続きはパート3をお聞きください。